コピーをしております。今日は中島みゆきさんの曲を4曲ほど歌っていきたいと思います。元気ですかと電話をかけました。あの人のところへ電話をかけました。嫌な私です。やめようと思ったけれど、いろんなこと分かってるけれど、分かりきってるけれど、電話をかけました。あの人に元気かと聞きました。あの人に幸せかと聞きました。分かってるのに、分かってるのに、遠回しに探りを入れてる私、皮肉のつもり、嫌がらせのつもり、嫌な私、あいつに嫌われるの当たり前。あの人の声は濁りがなくて、真夜中なのに付き合ってくれる、きっと知ってるのに。あいつ言ったでしょ、私のことうるさい女って言ったでしょ。そうね、あいつはそんな男じゃない、分かってる。あいつのことうるさく追いかける私、誰だって知ってる。でもあなただけ笑わなかった。優しいのね、優しいのね。あの頃はもう愛されていたから。何を望んでるの私。あの人もいつか飽きられることを。あの人はいつまでも電話に付き合ってくれて、私は別に話すことなんかない。声を聞いてみたかっただけよ。どんな声があいつは好きなの、どんな話し方があいつは好きなの。私電話をかけました。あいつがやけにあなたの絵を褒めるのよ。私もあの絵好きだな。それにね、あのモデル実は私の彼に。そう、彼にちょっと似ててね。嘘ばっかり。誘いをかけてるだけよ。あいつの話が出ないかと思って。明日どうするのなんて、そんなこと知ったことじゃないわよね。どうしてそんなに答えるの。分かってるのよ私、分かってるのよ私。本当はそこにいるあいつを電話に出してって言いたいのよ。あの人が最後まで白を切ったのは最大限の私への思いやり。分かってる私、分かってる。あの人分かってるのに、分かっているのに、羨ましくて羨ましくて。付き合ってくれてありがとう。でも今夜は私泣くと思います。羨ましくて、やっぱり羨ましくて、羨ましくて、羨ましくて、今夜は泣くと思います。ねえ、you
ではちょっと先にメンバー紹介をしておきます。キーボードがトーリンです。そしてベースがカズです。ドラムユリ、エレキギターがミサリー、アコースティックギターが田中トール。よろしくお願いします。いつも忘れちゃうね、自分の、ね、あの自己紹介を。私ボーカルはミナアナと言います。よろしくお願いいたします。はい、はい、では次はパンツがホームにてという曲を書きます。
児の声帯の長さは性別、人種を問わずほぼ同じで、その声帯の出す周波数はおよそ 440Hz であり、 A の音、つまりラの音だと言われています。世界中のあらゆる民族の新生児が奏でる最初の音、 A トーンが聞こえてきました。呼び戻せるはずもなくて、誰かが私に問いかける、何人であるか問いかける、聞きたい答えはすでに決まってる、私が属する国の名を聞きたがる、生まれはどこの国、心はどこの国、それだけで聞き終える、何もかも聞き終える、私のために。
るぐらいでした。ではね、いろいろはちゃめちゃしましたが、最後の曲になります。はい、ドクターこと診療所より銀の竜の背に乗って参りたいと思います。僕は竜の足元へ
大丈夫ですか。声出るかな。もう 今で声を使い切ってしまった感じ。いいですか。じゃあちょっとすいません、じゃあもう一曲やっちゃいます。ちょっと予定になかったんですが、これでやっちゃいますね。じゃあファイトをやります。ファイト、みんなファイト一緒に行ってもらって行けばいいですよ。できるかな。できるかな。あたし中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと。ないな、女の子の手紙の文字は止まりながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の嘘はない。私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登っていく。暗い水の流れに打たれながら魚たち登っていく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ、流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけて、そんなに痩せこけて、魚たち登ってゆく。勝つか負けるか、それはわからない。それでもとにかく戦いの出場通知を抱きしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。Oh!
とか。